どうもキムチャンズのあやかです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回ストーンズの松村北斗さんが二宮さんの過去っていう曲を歌っていて、ものすごく感じるものがあったんですね。で、最近の曲っていつも言うんですけど、やっぱり売れないとさ生活できないじゃんね。1位取るってなったらやっぱりいろんな方がこう聞くっていうのを想定して曲を作らないといけないじゃん。で、今だったら日本だけじゃなくて世界向けっていうのがもうスタンダードになってきてると思うんですね。特にボーイズグループとかガールズグループとかっていうのは、だからどうしてもリズミカルな曲じゃないといけなかったり、あと曲メロディーがものすごくこう立ってる曲、頭に残るような曲っていうのが、まあ絶対なんですね。絶対に必要で、そういう風に作られているっていうのが現状なんですけど、それはそれでね、素晴らしいですよ、もちろん素晴らしいんだけど、素晴らしいし自分も聞くしね、洋楽も聞くし日本語の曲も聞くし、いろんな国のっていうほどは聞かないかもしれないけど、あんまり言語関係なく私聞くんですね。だからもちろん好きなんだけど、その北斗さんが一人で日本っぽい歌をね、日本人である北斗さんが歌ってるのを見てね、すごい良かったのよ。逆に新鮮だったんですよ。で、じゃあその北斗さんが尊敬する二宮さんの歌聞きたいなと思って、私いつも言ってるのは、ストーンズのジェシーがすごいね、キンキキッズの堂本剛さん尊敬してるっていうか、すごい目指してるっていうんですかね、尊敬してるっておっしゃってると思うんですけど、なんかそういうのとか、コンサートでの、そのストーンズのコンサートでの内容とか見てると、その嵐のね方のこうなんか伝統的な挨拶ですかね、をなんか継承してたりとか、なんかそういうの見ると、あ、やっぱなんか今の時代あんまり先輩後輩ってなくなってきてるなとは思ってますけど、やっぱりなんか事務所が一緒っていうことで、なんかいろいろ思うこととか感じることとかなんかあると思うんですよね。私にはわからないね、なんか思いがあると思うんですけど、なんかそういうのを感じていて気にはなってたんですけど、見てなかったから今日見ようという次第でございます。はい。で、過去はなかった、やっぱり過去はなかっただから、過去は普通にあれですか、これはな何で聞けるんだろう、CDとかで販売されていらっしゃる曲なのかな、ちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、なので今回見るのは直近で見れるものがあったので直近で見たいと思います。直近一番いいよね、直近っていうのはね、やっぱり今現在の歌声を聞かせていただけるというのはありがたいので、24時間テレビに出ていらっしゃったんですねの、ドライフラワーをカバーされているので、これをちょっと見ていきたいと思っております。正直私の二宮さんのイメージは、そうですね、嵐は中学校の時にコンサート行ってるから、そっから始まってずっとさ、もう私の青春時代と共にずっと嵐がいたのよ、ずっと。もちろん自分はV6 ファンだったので、で途中でキンキキッズにすごいハマってっていうのがあるから、第一線で応援してたわけではないんですけど、でもさ、よく考えて、テレビつけたら嵐の曲、ドラマ見てたら嵐の曲、一番私が大好きだったのはラブソースイートとか花より団子とか、本当に世代なので、その世代なので、そうそう、だから二宮さんとそんな年が変わらないんですね、ね、近いんですよね。だからすごいね、ずっと人生の大半、半分ぐらい嵐の曲ずっと歌ってたの、カラオケとかね。だから、そのイメージで止まってるから、現在のそのね、今嵐で活動休止中ですけど、二宮さんの歌い方は知らないわけですよ。だからちょっと緊張するちょっと緊張する、どういう感じで聞けばいいんだろうっていう、ちょっと今そわそわしてますけど、はい、聞かせていただきます。多分フルコーラスではないんだよね、きっとね。24時間テレビですからね、しかも生放送だよね、生放送で一人で歌ったんだよね、すごいな。ということで聞きます。いや、これ生放送で歌ったんだよね、めっちゃ緊張するし、多分ファンの方、見ていらっしゃった方も
かなり緊張したと思うんですけども、はいはい、まあでもちょっと聞いていきますね。では行きます、スタート。レイ、サビ、いいね。B メロ、あ、じゃあ C メロか。呼ぶ好きという。終わりました。何から触れたらいいんだろう。何から触れたらいいんだろう。え？え？どうしたらいいかな。嵐でさ、そのもう誰もが知ってるじゃないですけど、まあもちろん知らない方もいるかもしれないけど、まあまあテレビとかエンタメが好きな方だったら、まあ。ね、本当に大御所で、まあ、皆さん知ってる、ね、グループだと思うんです。で、なんかその私世代がまあ近いからずっと聞いてきたわけなんですけども、嵐の方って生放送とかで普通に歌う時にいい意味でそのアイドルっぽくないっていうか、そのアイドルでもあると思いますよ、もちろんジャニーズだから。なんだけど、あの真っ向勝負で歌うんですね。特に個人的に私がずっと本当に好きだったのが、あんまり言ったことないんですけどね、あんまり言ったことないんだけど、本当にそのジャニーズの中でも歌いっぱい上手い方っていらっしゃいますけど、大野くんの歌の安定感とかリズム感とか表現力とか入り込み具合とか正確性とかめちゃくちゃ好きだったんですよね。で、大野くんばっかり正直見てたんですよ、その当時は。っていうか20代の時とかもう上手すぎて、大野くんがもう自分がその歌で生きてたわけですから、そのなんていうの、勉強にもなるっていう意味もあるし、引き込まれるっていう意味もあるし、まあファンっていうとこまでは言ってなかったんですけど、もう尊敬する人みたいな歌い手として見てたんですよ。でいつもその大野くんの歌唱力の素晴らしさに耳がねこう向いていたわけなんですけど、でまあ20代後半ぐらいになってくると、私もちょっともうテレビとか見なくなっちゃったので、その後の嵐の方々の活躍っていうのはたまにしかテレビとかで見なかったんですけど、二宮さん、まあそうね、言葉を濁さずはっきり言うとかなりアイドルの域じゃないんですよね、歌い方が。だからさっきも言ったんですけど、大野さんも
ずっと見てて、アイドル？アイドルの歌唱力じゃないよねみたいな、もうすごすぎて。二宮さんだいぶ歌唱力が、てか声が変わった。そうそう、声が違う、全然声が違う。なんか声の出し方も違うし、歌唱力もめちゃくちゃ上がってるし、まあ、私の情報がちょっと昔で止まりすぎてると思うので、あんまりそこ当てにしちゃいけないなと思ってるんですけど、自分の過去の情報をね、ちょっとびっくりしました。だからびっくりしすぎてどれから触れたらいいんだろうっていう感想なんですけど、まずそこにびっくりした。で最後らへん特にそうなんだけど、なんていうのかな、最初はさ、あ、どんな歌い方されるのかなと思って拝見させていただこうと思って見たんですけど、どんな歌い方とかがどうでもよくなるぐらい、最後らへんこのドライフラワーっていう曲の世界観にめっちゃ引き込まれたんですよ。わかるかな。最初は技術的にどういう風に歌われるのかな、どんなお声だったかなとか、ちょっと理性で聞いてたんですよ、最初の冒頭は。なんだけど徐々に、2分ちょっとしかないんですけど、この今回の歌は、そんなことがどうでもよくなるぐらいのストーリー性がある歌い方っていうんですか、物語を伝える歌い方。だから彼、二宮さんが俳優業をされてて、いつも思ってたのが、全部ちゃんとしっかりチェックしたわけじゃないんですけど、その世界に入るのがすごいお上手って言い方変だけど、世界にすごい入る、没頭される方だし、それを伝える能力にすごい長けていらっしゃる方だと思うんですけど、それがそのまんま歌の世界に来たなと思って、なんかその俳優業だけで培ったものではないと思いますよ。いろんな歌の勉強もされてると思いますけど、でもなんかそのストーリーに入る感じとかはちょっとズバ抜けてる気がする。だから前で動画出したんですけど、北斗さん、ストーンズの松村北斗さんもそういうこう世界観とか雰囲気とかすっごい醸し出してくださる歌い方がすごい上手なんですけど、そういうことかってちょっと思ったかな。そういうことかってその二宮さんのなんていうのかな、尊敬する部分を自分の中に取り入れていらっしゃるのかなって北斗さんに今思いました。はあ、やし、ちょっとうるっときたかな。なんだろうな。なんかこう哀愁とか、あとなんか素朴さがすごい合うっていうか、素朴さ、そうそう。ちょっとこう私たちが忘れかけてる素朴さ、素朴さの良さってあるやんか。それがすごい、多分今後また素朴さに戻っていくと思うんですけど、時代は。だけどまあ完全に忘れかけてるよね。派手さとか分かりやすさとか衝撃的とか衝動とか、なんかそういう派手な演出にこの何十年間かはちょっと囚われ気味だったのかななんて思ったり、振り返ってね思うんですけど、まあ自分はね、自分も含めて流行り物がそういうのが多かったけど、それと真逆をいく歌声をされてるんですね。表現がそのシンプルイズベスト感っていうか、もちろんその歌の歌唱分析をもしするとすれば、今回しないですけど、歌唱分析をするとすればすっごい細かい緻密なことがいっぱいされてます。だから歌ボイストレーニングしてないんかな、してなくてこんなうまいんかなっていうぐらいうまいんですけど、細かいことはね。でも今日はちょっとそんなことは正直どうでもよくなるぐらい、彼の世界観がめっちゃ出てて、まあ、この曲を選んだのはそのオファーされてなのかなっていう気もするけど、それでもなんか彼の、そうそう、彼の曲じゃなかったっけって思ってん、途中から、あれ、これ彼の曲かなって、あちゃちゃちゃカバーかみたいな風に思ったんですけど、そう思うぐらいってことはよっぽどは多分練習したはずやし、これどうやって歌ったらその自分が歌う意味が出てくるかなって多分考えたと思うので、ちょっとやっぱなんだろうな。そうね、だから20歳の時に歌っていらっしゃ、例えばね、20歳の時に歌っていらっしゃった歌い方は、その時のフレッシュさとか勢いとかね、爽やかさとかあどけなさとかがすごい良かったっていうのがあるとするならば、やっぱ今しか歌えへんこの哀愁、いろいろ人生で、まあ、なんていうの、簡単に言っちゃうけど酸いも甘いも経験してきたみたいな、いろんな経験しなくてもよかったんじゃないかって思うぐらいしんどかったこともあるだろうし、そういうのを全部踏まえて歌ってるなっていうのが
どんな歌手の方でも感じんねんけど、二宮さんはそこの哀愁がかなりちょっと前に出てきて、聞かなしゃあないっていうか、それ聞いてしまうみたいな歌い方するねんな。どうするどうする、聞いてしまうねん。だから歌こんなにうまいねみたいな、テクニックこんなんしてるねっていう気がなくなるねんな。あの心情に訴えてくるから、心にスパッてくるからそんな感じです。で、まあテクニックで一つ、そうね、せっかく見てくださった方いっぱいいらっしゃると思うので、まあ、あの、はい、テクニックで一つ今日シェアできることは、私の中でびっくりしたことは、あのスパンってこう声をもう嘘偽りなくっていうんですか、まっすぐパンって届ける声量っていうんですかにびっくりしました。あ、こういう歌が出されるんやったっけみたいな、ちょっとびっくりは正直ありました。まあ久しぶりに聞いたからごめんなさい、私だいぶ多分あの、はい、浦島太郎感はあると思うんですけど、歌唱力に関して、うん、なんかこんな情熱的にこう歌う方やったんやっていう、ちょっと改めてびっくりさせられたっていうのがありますね。はい、あの、うん、何を聞いてこられたんですかね。すごいね、日本人の、私の口癖っていうか私のモットーは、日本人の魂を忘れて歌ってはいけないっていつも思ってるんですけど、彼はフォークとか聞いてきたんかな。なんかすごい昭和の良さを残して歌ってるから、めちゃくちゃ日本人が歌う意味がある歌い方をされてるんですよね。歌詞も滑舌とかもめっちゃ伝えようとして伝えて歌ってるし、うーん、歌ってるけどちょっと喋ってるみたいな感じかな。うん、喋って歌ってるみたいな、なんか語ってるような感じとかもものすごいなんか日本人のいいところだと思ってるから、私はそこがすごい響きました。はい、そんな感じです。そうだから、あのいつも私言うんですけど、自分が好きなアーティストのアーティストも聞こうねって言うんですよ。自分が好きなアーティストの尊敬するアーティストとかは絶対にあの聞いた方が自分の世界も広がるから聞こうねって言うんですけど、まだね、人に言っといてね、自分がストーンズが尊敬する人の曲っていうのをちゃんとこういう形で聞かせていただいたことがなかったので、今回聞けてよかったです。はい、本当によかったです。うん、いいですね。二宮さんってさ、確かアコギ弾くよね。ね、確かアコギ弾いて歌ってるイメージあんねんけど、ちゃうんかな。そういうのも見てみたいなとちょっと思いました。はい、ということで今回は24時間テレビに出演された二宮さんのドライフラワーを見させていただきました。ちょっと言葉がごめんなさい、詰まりやったかもしらん、びっくりしすぎて。はいやけど、日本人っぽさ、日本人のソウル感とかがあって本当に感動しました。はい、ということで最後まで楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。もし何かリクエストなどもありましたらぜひコメント欄にコメントください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。